ルイ・ジョゼフ・ド・モンカル・ム・ゴゾンは、フランスの軍人、貴族である。ボード・ルイ・ユ・総督1712年、南フランス、ニーム近郊に生まれる。名門貴族の生まれで、9歳で、軍隊生活を始める。1727年に勝尉となり、ポーランド継承戦争、オーストリア継承戦争などに参戦し、1743年、大佐に昇進した。 オーストリア継承戦争で負傷して捕虜となったが解放後に順傷となり邸宅を与えられ1748年から55年までは豪奢な生活を送った。しかしこの生活も1756年の春には終わりを告げた。カナダの植民地の士官ジャン・アルマン・ディエスコがイギリス軍の捕虜となったためカナダに赴くことになったのである。この時は 片腕のフランソワ・ガストン・ド・レビを同行させた。また副官として、ルイ・アントワールド・ブーガンビルも派遣されている。この当時のカナダ総督は、ピエール・フランソワ・ドリゴー、ボードル・イ・ユ・カバニャルだった。ボードル・イ・ユの父・フィリップも総督で、本人はケベック生まれであり、カナダ海軍入隊後、トロワ・リビエール総督、ルイジアナ総督を歴任した。当時のカナダは、 国民開閉制であったため、カナダ軍の指揮権は相督にあったが、非常時でもあり、モンカルムと5個の連帯が駐留する以上、軍の最高指揮官はモンカルムであってかるべきだった。しかしながら民兵は、カナダ生まれのボードルイユに信頼を抱き、一方で、ボードルイユもモンカルムに批判的で、モンカルムとフランス軍、ボードルイユとカナダ軍の間に大きな溝ができることになった。 不妊の翌年、モンカルムは本国の陸軍大臣にボードルイユへの不満を秘密文書で送っていた。一方でボードルイユもフランスの将校は我々を馬鹿にしていると本国に書き送っている。この事態はその後も改善されなかった。カナダでは先住民のゲリラ戦法を起用することが多く、ボードルイユは民兵と先住民をよく使った。しかしモンカルムは ヨーロッパ式の秩序が取れた戦いを理想としており、民兵や先住民は連度が低いと考え、フランスの正規軍を頼りにしていた。また、秘密文書で民兵や先住民への敵意を剥き出しにしたが、一方で彼らから敬意と愛情等を受けたいとも考えていた。カリオンの戦い、アブラハム平原の戦い、アブラハム平原で兵士を鼓舞するモンカルムその後、モンカルムは、 ウェゴニア州をかけて、オンタリオ湖の周辺を、フランスの配下に収め、翌1757年には、ォートウィリアム・ヘンリーの包囲戦で勝利し、ニューヨークへの侵攻へ望みをつないだ。この戦いで、先住民兵が、イギリス兵を虐殺する事件が起こり、ボードル・ユア・モンハルムを更迭するよう本国に訴えたが、これは後に却下された。逆に、 1758年のカリオンの戦いでは、ボードル・イユが自らが指揮する先住民軍を何ら意味もなくコーラーへ動員し、モンカルムから批判された。この戦いでモンカルムは1万5000人のイギリス軍に大使3000の兵で応戦し、しかも戦死者はイギリスの5分の1だった。戦いの後、イギリスの指揮官、ジェームズ・アバークロンビーは召喚された。 フォート・ウィリアム・ヘンリー包囲戦の後、フォート・エドワードでも軍事行動を取るつもりだったが、モンカルムは自らの意思で撤兵した。これがボードル・イユをまたも怒らせたが、モンカルムは意に介さず、この軍港による中将への昇進を志願した。その年の冬、イギリス軍に補給船が止められたせいで、ケベック全体が食糧危機となった。モンカルムは激しく、ボードル・イユと 行政等を批判した。彼は行政が堕落していると考えており、これではケベックの終焉は避けられないと予言した。また、対イギリスの勝利よりも植民地の終焉を遅らせること、そしてフランス軍の名誉を保つことの方が大事だとも考えた。1758年10月20日、モンカルムはフランス陸軍中将に任命された。その後モンカルムは 植民地のすべての軍の指揮を任された。彼はケベックは難攻不落と信じており、セントローレンス側はよほど経験を積んだ案内役がいない限り非常に危険だとも思っていた。しかし1757年、イギリスの首相にウィリアム・ピットが任命され、北米戦線重視姿勢に出て、以来、モンカルム軍の勝利は少なくなっていった。 1759年5月ケベックにウルフ将軍とソーンダオス副帝督に率いられたイギリス軍がやってきてオスウィーゴやナイアガラの砦を奪還し9月にはフランス側の過失からウルフの軍が川岸を登りケベックから2キロ離れたアブラハム平原に4500人の兵を配備したモンカルムは信じようとしなかったがその状況がいかに切羽詰まったものかを悟り この軽率さが植民地の主観から強く非難され、ケベック陥落の一員とみなされた。フランスは乾杯し、モンカルムは致命傷を負って翌朝死亡した。モンカルムはボードルイユに降伏を白紙認して、よ去った。その後、軍のエリートたちは陸軍の評価を維持するために陥落の責任をボードルイユになすりつけるようになった。歴史家の間では、 エイブラハム平原の名盤に記された、モンカルム表、勇敢で、善良で偉大なをめぐっての見解では、一致を見ていない。カナダ軍事史の中で、特筆すべき勝利は得たものの、最大の敗北を喫した人物でもある。致命傷を負った後、医師に後、どのくらい持つかと聞き、医師が、翌朝までは持たないと答えたところ、こう答えたという。a b モンコルイス、ヨゼフでカナダ、 A.P. プルズヒストリーハットエビアブラーム・ヘーゲンの戦い ABC モンコムルイ・ヨーゼフでマルキスでモンコムザ・カナディアン・エンサイクロペディア木村和夫編カナダ史世界各国史、第23巻山川出版社1999年107ページバトル・オブ・ザ・プレームズ・オブ・エイブラハム・ケベックありがとうございます